JFA の株が下がり、スタッドランスの株が上がってしまう。スタッドランス、ウィル・スティル監督は、金曜の会見で伊藤についてでこう述べていたそう。彼に伝えた。サッカー外で何が起きようとも、選手としてプレーの準備ができていて、プレーできると感じているなら、我々の元でプレーするだろうと。それがラストメッセージだった。彼の周囲で起きていることすべてについて、クラブはうまくコミュニケーションをとっていると思う。現時点でそれ以外は我々の問題ではない。伊藤純也は非常に優れた選手であり、我々はそれに集中するつもりだ。どこかの日本代表と違って、スタッドランスの対応は素晴らしいな。スタッドランスはさすがだね。日本は本当かどうかもわからない。下世話な週刊誌の記事に踊らされすぎだよ。スタッドランス最高。今後は日本代表じゃなくスタッドランスを応援する。大体さ、純也の推定無罪で何の不利益があった？覚醒剤撲滅キャンペーンのモデルが覚醒剤で捕まったり、子煩悩が売りの俳優が子供を虐待してたりならスポンサーが怒るのわかるよ。スタッドランスは田島にしてほしかった対応をすべてやってるな。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。